調整なしで合流してという中ですが、今シーズンのアベレージ3割1分9厘と、はい、立派ですよね、やっぱり外と2人かわいそうでしたよ。そうですよね、はい、2球目打ちました、高く上がった、もうこれは文句なし、先制スリーラン、オースティン今シーズン第9号は昨日の先制タイムリーに続いて今日は先制のスリーランホームラン、オースティンのパワーが炸裂します。いきなり来日初登板、初先発レイから3点を先制しましたベイスターズです。3対0として先発の坂本をまずは3点援護します。いや、このバッティングですね、はい、まあ、初球もミスショットぐらいちょっと差し込まれたんですけど、やっぱりしっかり合わせてきましたよね、今もね、完璧ですよ、打った瞬間本人微動だにせずって感じでしたから、そうですね、まあ、打たれたレイも打たれた瞬間にもうこれはという、後ろ振り向かなかった、フォアボールだけ、それはね、本当に嫌なケースなんで、この町田が粘る1球ファウルでもすると可能性高くなりますけどね。10球目打ちました、ライナーが上がって上がって、ボール際ボール際ボール際、入ったー、交流戦男松田信弘7号スリーランホームラン、なかなか得点が取ることができなかったホークスが一発で、松尾の一発で同点です。一昨年の交流戦 MVP 男の力は伊達ではありませんでした。3対3同点です。スリーランで先制、スリーランで同点に追いついたホークス松田の一発です。いや、この対決は見応えあったと思いますが、ありましたね、甘くなるカウントを作らせたっていうことだと思うんですよね、はい、やっぱりホームランがやっぱどうしても嫌だったんで、このバッテリーはインコースどんどん攻めていったんですよね、はい、フォアボールも出したくないんでコースギリギリ狙えなかった分、松田がそれでタイミングになってしまったと思うんですよ、打った瞬間にね、入ったなって感じでしたね、今のもね、選手を鼓舞します。松田のスリーランが7回に生まれました。ホークス同点に追いついたその裏、外ツーベースでランナー2塁、引っ張った、レフトへ強烈な打球が伸びて伸びてフェンス上段だ、ダイソーの田中俊太が3塁回ってホームに帰ってきました。チャンスに強い大和がここでも結果を出します。レフト線を破れ、タイムリーツーベースヒット、勝ち越しベイスターズ4対3、大和がまたやりました。得点圏打率の高さ、そのままに浮いた変化球引っ張っていきました。あともう少しでフェンスオーバーというこの当たり、手を叩いて二塁キャンバスに到達、大和一塁ベンチに向かって拳を突き上げました。マキが152キロ、2012年以来9年ぶりのホークス戦勝ち越しへ、あとアウトカウントは1つとなりました。桑原のファインプレー、超ファインプレーも生まれた今日のゲーム、日本一ホークス相手に交流戦勝ち越しを決めるか、あとアウトカウント1つ、4対3、ベイスターズが4連覇、そして日本一5連覇を狙っていこうというホークス相手に4対3で勝ちました。これでベイスターズ2012年以来9年ぶりホークス戦勝ち越し、そしてこの交流戦も勝ちまして5勝2敗2分けとしています。一方敗れたホークスは交流戦9試合で2勝5敗2分けということになりました。4対3ベイスターズがホークスを下しました。